ウルトラセブン第20話、地震元 X を倒せ。お久しぶりです。どうも、ミエティです。アンド、ウルトラ親父です。ウルトラ親父さん、声変わりましたね。実は親父の声はかねてより視聴者様より聞き取りにくいと苦情が多く寄せられてたんですよ。改善がなかなかできず申し訳ありませんでした。ウルトラ親父の正体はガッツ星人ではという噂を視聴者様よりいただきましたけど、まさかそのためにセブンの研究をしているのですか？バレてしまいましたね。セブンはジャンプすることを。そんなことみんな知ってるよ。もういいから。まあでもガッツ星人は強敵でしたが、いろいろと突っ込みどころもある愛嬌のある宇宙人なので、第39話40話セブン暗殺計画で掘り下げていきたいところですね。ウルトラセブンにはガッツ星人のようなメジャーな宇宙人もいれば、第20話シャプレー星人のような登場時間25秒という不遇の宇宙人もいるのですよな。今回の動画の概要はこちら。第20話は調べてみると、シャプレー星人の不遇だけでなく小ネタがたくさんある回だったんですよね。このチャンネルではウルトラセブンのスタッフや出演者の語る裏話からファンの間でまことしやかに語られる仮説を1話ずつ解説していっておりますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あらすじだぞ。バカ者帰れ。怒鳴りつけられ門前払いを受けるダントソが、岩村博士は地球の核の研究者としては世界有数の地質学者であった。ところが気難しく怖いことでも有名な男だった。青沢山岳地帯にて発生していた謎の極地性地震を調査するウルトラ警備隊、何者かにより地球の核を構成するウルトニウムを掘り出されていることが発覚。調査のためマグマライザーが発進するが、マグマのたまる空洞に落下してしまう。どうなる？ネットでよく話題になるウルトラセブンのネタ画像の中で、この有名な画像についてはご存知ですか？これについて2021年出版の本にて、まさかの伏見百合子さんと森次浩二さんが話題として語っているのです。岩村博士がアンヌの影に隠れているシーンは、お尻に触っているなんて言われるのよね。たまたまだろ。頑固の博士もアンヌには頼りがいを感じたんじゃないの？普段からファンとの交流を精力的にされているお二人、ファンへのリックサービスですな。岩村博士役の吉田芳雄さんは、森次浩二さんが子供の頃から映画に出演されていた超ベテランの俳優さんでした。目力の強さから日本でも指折りの悪役としてよく知られている俳優です。ウルトラ警備隊も頭が上がらないくらいの圧がすごいわけです。今ではあまり言わなくなった、いわゆる雷親父なのですな。物語は昭和によく言われたこの世で怖いもの、地震、雷、火事、親父というところが物語のキーになってくるところがありますね。いや、本当ですな。ウルトラセブンこと諸星団を怖い岩村博士にビビっちゃってアンヌに頼ろうとしていましたな。さすがのセブンも雷親父には弱いのかしら。それから気になるところがもう一つありまして、その102、ウルトラセブン人間対なぜか弱すぎ問題。岩村博士の迫力にビビっちゃう諸星団。とはいえ岩村博士も単なる人間なわけなんですよね。一時は助手の榊にはめられ宇宙人と疑われるわけですが、あまりの圧にうっかり人間ではないと信じてしまうのもあるかもしれませんが、冗談は置いといて、セブンって人間体の時ってメンタルと肉体が弱体化しちゃうんじゃないか説です。メンタルはわからないけど、肉体が弱体化するのはあるかもしれませんな。マグマライザーがマグマだまりに落下した時、機内の温度が50度近くまで上昇した時には他の隊員と気を失いかけていましたし、気を失いかけていたところ無事にセブンに変身できたことによってなんとか窮地を脱したわけですが、諸星団の姿でいる間は肉体は人間並みにまで弱体化してしまうのですな。ただし最終回では
脈拍360、血圧400、熱が90度近い脳みそが沸騰しそうなくらい悪化してしまうので、普通の地球人とは肉体の作りは違うようではありますね。それにさ、以前の動画で何度も話題になったように、ウルトラセブンは初代マンや新マン、エース、太郎のような他のウルトラ兄弟のように地球人に憑依したウルトラマンと違い、地球人の魂と姿をモデルに擬態したウルトラマンなので、諸星団は姿は人間ですが、セブンそのものなのですよな。今回分かったセブンの弱点、実は高熱に弱い、親父に弱い。第25話、零下140度の対決のように、寒さに弱いだけでなく、人間並みに熱と雷親父に弱いんですな。その103、登場25秒で死亡、シャプレー星人の不遇の秘密。第20話、地震源 X を倒せは、第6話ダークゾーンの若月文蔵の脚本で、もともとは消された4万7000人というタイトルで執筆されていました。当初の若月氏の脚本では、シャプレー星人たちは人口4万7000人の町を陥没させ、その住民を人質にとって地球への移民を企てているという物語でした。ところがメインライターの金城哲夫から、壮大なストーリーだけど現実感に乏しい、陥没の場面は迫力が出ればよいがそうでなければ失敗すると思うということや、4万7千人のいる町が地底に沈む表現は難しいのでは、シャプレー星人が移民を要求する設定に疑問を感じるといった結構なダメ出しがあり、大きく内容が変わったようです。金城は、ドラマの中心は宇宙に置いたらどうか、何か別の4万7000の数を利用してシャプレー星人が何かを要求してくる物語にしてはどうかとアイデアが出され、紆余曲折経て4万7000はどこかに消えてしまい、代わりに盆地で何かしらの事件が発生して、地質学の博士が地下資源の問題を突き止め、助手がそれを知りと、だんだん撮影された本編の内容に近づいていきます。初期案では、まさかの盆地がメインキーワードだったんですな。そこから謎の地底空洞を超兵器マグマライザーが調査する恐怖の大洞窟と題名が変わり、そして地球の核を構成するウルトニウムをめぐるシャプレー星人とウルトラ警備隊ウルトラセブンの戦いとなったわけです。本来はシャプレー星人による4万7000の壮大な地球移民計画の物語が、シナリオの書き換えが進むことによってたった25秒で銃殺炎上という、セブンの登場宇宙人の中でも指折りの不遇を受けてしまうのでありました。これには無念だったでしょうな。しかし約40年後、シャプレー星人はまさかの不遇解消となるわけです。その104、シャプレー星人の数千年の奇跡。シャプレー星人は2009年放映の映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーにて、氷漬けになった M78 星雲、光の国で滅亡寸前のウルトラマンたちを追い詰める資格として、まさかの復活を果たします。大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーの物語は、ウルトラ兄弟が地球を去って数千年後の未来を変えた物語だから、ストーリー上では苦節数千年という果てしない年月を経ての不遇解消だったわけですな。ただしシャプレー星人は光線技とかないから、武器がないと戦えないんですよね。ウルトラ警備隊に秒殺されるくらいですから。ところでウルトラセブンでは諸星団が美女に騙されるパターンが多いですが、今回についてはハンヌが岩村博士の女子榊に化けたイケメンの悪い男宇宙人に騙されちゃったパターンでしたな。女子の榊に化けたシャプレー星人がアンヌに見せた幻覚のシルエットなんですが、このシルエットは着ぐるみが果たして存在したのでしょうかね。おそらくは頭はケダン星人、腕はゴドラ星人を組み合わせて影だけ写したのかもしれませんな。個人的な話だと、私が子供の頃にはウルトラマンエースの第10話エース大号秀樹の偽号秀樹に化けたアンチラ星人に似ているように思えたのですが、多分そこまで着ぐるみを作る余裕はなかったことから、すでに登場した宇宙人の着ぐるみの部分を組み合わせたのでしょうね。しかし第20話の特撮部分は、雷が鳴った後に突然天候が変わって雪が降り始めるなどの場面転換があったり、
切断されたギラドラスの首からアメジストのような綺麗なウルトニウムがジャラジャラと落ちてくるなど、すごくお金がかかってますな。もしかしたら初期案にあった盆地が陥没するような壮大な特撮場面が撮影できなかった代わりに特撮に力が入っているんですかね。サンクール以降、着ぐるみすら作るお金が不足して、人間単位の宇宙人しか出ないことも増えるウルトラセブンなわけですが、そういう点から見るとシャプレー星人って着ぐるみが作ってもらえて恵まれていたのかもしれませんな。まだこの時点では特撮部分に潤沢な資金が投入されている感じですね。最後に第20話にはシャプレー星人の他にも宇宙人が2人出ていたのはご存知ですか？その100後、ラリー出場の2人の正体は宇宙人。日産ブルーバードでタイムアタックにチャレンジしていた最中、事件に巻き込まれた女子大生リツコとレイコ。この2人の女子大生、カッパおじさんと同じくウルトラセブンの中に様々な役で登場しているのです。次回第24話北へ帰れでは、カナン星人のスーツアクターをしているのです。なんと事件の被害者と思いきや宇宙人だったんですか。ウルトラセブンの宇宙人は線が細くてセクシーなスタイルの宇宙人が見られますが、時には女性がスーツアクターを務めていることがあるようですね。きっと星人も胸があるので女性の方が入っていることが分かりますな。これはフィクションではありますが、私が愛したウルトラセブンではリット星人のスーツアクターをするはずだった女優が急遽アンヌを務めることになった物語になっていましたね。市川新一さんがこうした物語を書いたように、宇宙人のスーツアクターに女性が入ることもありえたのですな。さて、いかがだったでしょうか。次回第21話海底基地を終え、話内容的に渋いのでどこまで掘り下げることができるか自信がないのですが、円谷英二監督が本物の戦艦ヤマトを持ってきちゃって特撮スケールがヤバかった話から幻のミミィ星人まで語っていこうかと思っていますので、ぜひご期待ください。ウラトラセブンはブログにてテキストを公開しております。動画の概要欄にリンクがございますので、ぜひそちらも覗いてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなね。